はい、それでは井川選手、公開練習インタビューを始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。お願いします。とまず、前回 K1 の試合を振り返っていただいて感想をお願いいたします。はい、初めての大きい舞台でちょっと緊張するかなと思ったんですけど、意外と緊張せず戦うことができて、まあ、パンチでしっかり打ち合うこともできたのですごく楽しかったです。 K1 という舞台の印象いかがでした？いやすごかったですね。なんかやっぱあの希望で、あのステージで戦えるってすごいいいなと思いました。実際にこう K1 に出られて周りの反響とかいかがでした？やっぱりなんか沖縄からなんか K1 女子で出るのが初めてみたいで、すごく職場の人たちだったり周りの人たちの反響がすごかったです。ありがとうございます。今回の大会についてなんですけど、 K1 女子大会が開催されることについていかがですか、率直に？いやすごい楽しみですね。どの試合も女子ばっかりっていうのはあんまりないので、どんな戦い方、どんな大会になるのかなってすごい楽しみです。対戦相手の印象いかがですか、ミレイ選手？印象は、なんか、まあ、空手家っていう印象があるぐらいです。今回の試合は、まあ、K1 育ちの選手 VS 他のイベントでも活躍する選手というテーマがあるんですけども、はい、そこはやっぱり意識してますか？いやそこまで意識はしてない、自分の戦い方をするだけです。ありがとうございます。今回の K1 女子大会をゆか選手なりにどんな大会にしたいだったりとかっていう思いはいかがですか？そうですね、やっぱり女子だけの大会なので、どの試合よりもバチバチに目立つような戦い方をしたいですね。ご自身のこれからの目標とかってあったりしますか？やっぱりベルトを目指して戦っていきたいなとは思います。それはこうクラッシュのベルトだったりとか K1 のベルトだったりとか。じゃあ K1 のベルトを作っていただきたい。ありがとうございます。ゆか選手は格闘技を始めたのがちょっと遅くて、ダイエット目的からデビューされたっていうふうに聞いたんですけど、そうですね、そういうご自身が試合することでどんなことを伝えたいとかっていうところでありますか？そうですね、やっぱり年齢が結構もう遅いんですけど、その年齢でもやっぱり子供を産んでからでもなんかできるっていう姿勢、姿をやっぱいろんな人に見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。では最後にファンの方へのメッセージをお願いいたします。社員沖縄のゆかです。今回も K1 の大会ですごく大きい大会なんですけど、一番目立つような試合をしていきたいと思います。応援よろしくお願いします。